はい、じゃあ次の人行きましょう。井上さんが選ばれた最新のやつのもう一通です。この方は名前を渡してるのかな、ブログに大変よく書き込みいただいて、ブログの書き込みってまたなぜ公開してくれないんだっていう、ちょっと掲示板と間違えてる方も戻ってくるんですよね。だから、この方も全部は公開できないでいるんです。毎日のようにいただくんで、逆にね、特定の人ばっかり公開するってすぐ、はっきり言いまして、僻む人がいるんですよ。で、まあこれ、匿名してくれって書いてないから読んでいいんだと思いますけど、いいですね。神戸市在住の松永さんですね。青山さん、番組制作スタッフの皆様お疲れ様です。昨今のマスコミ報道の変更ぶりに疑問を感じており質問いたします。青山さんの番組を見ないと気づかなかった事柄とも私自身感じております。大手新聞社や在京在阪のテレビ局では政治的に偏った内容のニュースやニュースバラエティ番組が見られますが、番組の政治的方向性は経営者や株主が決めているようには見えないのですが、誰の意思で内容が決まっているのでしょうか。マスコミの組織構造に疎いのでよくわかりません。放送局の社長や新聞社の社主の考えよりも、現場のデスクと呼ばれる責任者の思想信条、括弧個人的都合が番組に反映されるのでしょうか。政府が NHK 会長を指名し就任しても現場は変わらないのはマスコミ特有の構造ですが、みんなで間違えれば怖くない、責任を問われない日本のマスコミ報道は護送船団方式でしょうか、とお書きになってて、まずね、このマスコミの組織構造に疎いのでよく分かりませんと松永さん謙虚なお書きになってるんですけど、これは松永さんが疎いんじゃなくて、これが僕のいた共同通信も含めてですね、マスメディアの大きな問題課題の一つなんですね。つまり人のことは暴く、人のことは批判するけども、自分のことは決して暴かない、自分のことは公開しない。で、それが例えば共同通信とか朝日新聞とか NHK とか1社だけじゃなくて、実は横につながっててですね、だから松永さんがみんなで、渡れば怖くない、みんなで間違えれば怖くないとお書きになってる、的確で、要するに仲間内は喧嘩しないことになってるんですよ。で、少し時代が良くなっているのは、例えば産経新聞が朝日新聞とか毎日新聞を直接的に批判したり、さっき申した7月10日の、国会審議がなかったことにされると、僕らの分だけ、僕と加藤さんのやり取りとかそういうところだけなかったことにされるというのを、産経が1日遅れぐらいで、まあちょっと社内でいろいろあったんじゃないかっていうのも想像つきますけど、正直メディアの手の内はよくわかりますから。でも2面の左上っていう地味な場所ですけれども、朝日新聞、毎日新聞で、事実はなかったことにしたと、ひどいじゃないかという報道が出て、それは少し良くなったと思うんですけど、それでも産経も含めて、やっぱり、メディアの中で、つるんでるっていう傾向はあるんですね。で、その上で、実は一つの側面じゃなくて、僕は象徴的に、左がかったり、例えば安倍さんは家計学園とずるいことしたんだとかね、そういう方が視聴率が出るから、そういう番組作りになるんですと。カニは甲羅に捨てて穴を掘るってよく言われて、政治家は有権者と似てるとも言われるし、それからメディアは視聴者とか読者と似てるっていうふうに、常に言われるっていうよりは、どっちかというとマスメディア論、学問としてのメディア論なんかは、もっと回りくどい言い方してるけど、要はそういうことを言ってるわけですね。で、そういう面を僕はあえて問題提起として申してきたんですが、前にブログの書き込みとかメールとかで、いや、まあせいぜい一人いたかどうかぐらいなんですけども、とてもそう思えないと、だって私たち見たくないもんというのがあってですね、視聴率が高いと思えないと来るんですけど、いや、僕はあえてシンプルにして一つの側面だけ言ってるからそう聞こえるけど、でも視聴率高いんですよ。これは何でしたっけ、日曜日の朝の番組、関口宏さんがやってる、結構話題、サンデーモーニングっていうんですか、結構話題にネットでなってるみたいだけど、あれ
新聞の夕刊とかに1週間の視聴率ベスト10とか出てきますから、もう必ず上位に入ってるわけですよ。現実に、視聴率が高いわけです。それで、まあ、はっきり言うと、かつての水曜アンカーのように、真逆の論調で、視聴率とか選挙率がものすごく高いっていうのは、誠に例外的。だから9年半持ったんですけど、でも最終的には潰されたわけですよね。潰されたっていうのは、関西テレビにとっては不本意な表現でしょうけど、まあ、僕は勝手に言ってんじゃなくて、僕は正直9年半やったんで、もう、辞める潮時だと思ってたんですけどもね、報道局の少数派の諸君、少数派っていうのはこう人間的じゃないですよ。考え方が少数派の諸君から、水曜アンカーだけはどうしても、他の曜日は仮に辞めても、水曜アンカーだけは生き残らせようとしてたと。で、ちょっと踏み込みすぎかもしれないけど、その若手の人たちを支えてた、ある幹部は、突然憲法組合に、はっきり言って左遷ですよね。これから報道局の中でもっと上がる人が突然そうなったんですよね。で、これって誰の意思なのかっていうのは、まず松永さんがお書きになっているように株主ってことはないです。それは、株式会社であっても日本はまた独特な日本的株式会社でもあって、株主ではありません。ただし、経営者が、かなり介入してくるケースは、局や新聞社によってはあります。でも一方で共同通信というのは実質経営者はいるようないないようななんですね。もともと古くから社団法人ですし、今は一般社団法人って言ってますけれども、地方紙の連合体ですから、こう地方紙の資本はもちろんあるんだけども、それから北海道新聞とか西日本新聞とか産経新聞も含めて、その地方紙ブロック紙あるいは産経のような全国紙も含めて大きな資本が入ってますけど、その寄せ集めなんで、いわゆる資本家っていうのは共同通信にいないわけですね。まあ、株式会社じゃないですけども、ただし、利益を度外視してるってことはもちろんないわけですね。じゃあ、どこでどう決まるのかというと、これはまたはっきり言うと、雰囲気で決まってるわけです。雰囲気っていうのは、安倍の味方なんかしたら右翼だろうというようなね、あるいは、青山に投票したような人、あるいはこの番組をまさしくご覧になっている人、あるいはチャンネルサクラを、チャンネルサクラが苦しんだ、今も苦しんでらっしゃると思うけど、もっと苦しんでじゃない、支えたような方々は、マイノリティだから置いといて、大きな新聞社や大きな通信社や大きなテレビ局ほど、NHK もすごい巨大ですから、マジョリティに合わせようとするから、そのマジョリティは依然として、日本は悪かったはず、中国、韓国の批判は聞かなきゃいけない。南京ではやっぱり虐殺はあったんじゃないか、日本軍の強制連行は河野洋平官房長官がそう言ったんだからあったかもしれないという方が基本的に多数派で、でこれもメディア論をもし学問としてやる方がいらっしゃったらこうよく出てくる法則なんですけど、僕は全部信じてるわけじゃないですよ。でも一般的によくある法則が、人は自分の意見と同じものを見たがると。で、例えば僕は仕事として違う意見をむしろ選んで、特にプロの、プロっていうのは申し訳ないけど日本の評論家のことはないんですよ。インテリジェンスとか、そういう本当のプロフェッショナルを含めて、なるべく自分の見方と違うところを探していって、そういう方々と接触する日々ですけど、これは仕事ですから、あるいは生き方ですから、そうじゃなくて、こう、特にテレビは電源入れたら、見られるわけですよね。ネットは随分便利になったけど、そこはやや事情まだやっぱ違いますよね。そうすると自分が聞きやすいものを漠然と見るって方が、これは熱心に見てもらう必要はないんですよ。これは映画人とそこが違うんで、映画人は熱心に見てもらいたいんですよね。でもテレビって漠然と見てもらった方が、こうビジネスとしてもビジネスモデルとしても実は悪くないんですよね。スポンサーもこうガチガチに、例えば車の性能比較でっていうよりは、イメージとしてなんとなく入ってくる方がいいっていう、スポンサーの方がやや多いですから。で、それはこれらで、やっぱり最終的には僕は象徴的に申してきた通り、こう視聴率が、こうすごく、水曜アンカーみたいにすごく出なくてもいいから、ある程度安定的に出て、こう落ち込んだりしないと。例えば安倍政権を支える報道をやってたら、安倍政権が今みたいにやられると、急に落ち込んだりするでしょ。そうじゃなくて、あんまり落ち込まないっていう、こういうモデルをずっと日本のメディアは探してるんで、そういうのを守ろうとする人でないとデスクになれない、ね、でさらにそういうのを守るタイプでないと部長なかなかなりにくいっていう構造になってるわけです。で、
ちょっと長くなったんで、もうこの辺りでいくらでもやめないといけないんですけれども、これは松永さんの質問というのは、実は本質に触れているところがあってですね、今僕は申した、誰が最終責任者かわからない、誰がこの論調、例えば実は極端な論調なわけです。日本の立場の論調というのは。韓国と戦争してないのに戦争責任がある。人口20万しかいなかった南京でなぜ30万人を殺せるのか。それから韓国は、朝鮮女性が性の奴隷になって20万人殺されたと言ってるわけですけど、そのご遺体はじゃあどうしたのかと。20万人、例えばご遺骨になったとしてもものすごい量ですね。一体それどこにあるのか。でも私はもっと慰安婦と言った人は20万人も全然いないわけですよね。で、こういうのが、こう、正しいかなの論調っていうのは、実は世界の普通の基準で見ると、ものすごく偏った、ものすごく奇怪な論調なんですよね。だから検証していくと、こういうのもありえないわけですけど、検証のように見て検証してなくて、なーなーでこう言って、じゃあ最終責任は誰が担ってその極端な論調を支えてるのかっていう、いないんですよ。先の大戦そっくりですよ。大日本帝国憲法に戻せっていう人が相変わらず、この頃多いですけど、大日本帝国憲法は残念ながら伊藤博文さんが一生懸命急遽お作りになった欠陥憲法であって、日本は天皇陛下のお国であると定めながら、実は具体的な開戦の権限、あるいは戦争を始めた以上は昔のローマ帝国じゃないんですから、必ず、和平を結ばなきゃいけないんですけど、その権限、具体的に誰にあるのか、昭和天皇は英明な陛下でいらっしゃいましたから、ご自分に実はないということをよくご存知でしたから、日米戦争に反対なさっていたのに、近江心に背いて、それもなんと悲しいことに、近江心を一番理解してたはずの、いや実際なさってた山本五十六海軍大将閣下が真珠湾攻撃に踏み切ると。アメリカとだけは戦わなっていうのが近江心であると知りながらですね。で、こういうのは、その、日本国憲法だけじゃなくて、大日本帝国憲法にも最終責任者がいないからなんです。で、それがマスメディアであれ、この社会の隅々であれ、あるいは国会審議のあり方であれ、そこにずっとネガティブな意味で貫徹してしまってるっていうのが日本社会であって、だから戦争にも負けたし、だから敗戦後二度と負けない国になるんじゃなくて、二度と国民のために戦えない国になってしまった。これ根っこは同じなんです。最終責任者を作らないんですよね。で、このことは私たちの一番大きな課題だと思います。メディア論というのは、僕は大学でやってるメディア論と賛成できないです。はっきり言ってまず本当のメディアの前線が分かってない、記者を15年20年、やって、それももっとはっきり言うと特ダネを毎週のように出して、政治部でも社会部でも、これ変わった記者じゃなくて主流派で、つまり妥協はしなくても、とにかく特ダネを書くやつは、やっぱりそこは日本のメディアでも一番偉いですから、ね、発言権あるから、そういう人が大学って教えになるけど、まずそんな例ないんですよね。申し訳ないけど、ないって言っちゃいすぎて少ないですよね。したがって、日本の大学のメディア論っていうのは、申し訳ないけど、現実を踏まえてないんじゃないかってことを懸念してますけれども、メディアのあり方を考えるっていうのは、松永さんの、この、質問を一つのきっかけにできるぐらい日本の本質に迫るところがあります。なぜかというと視聴者と似てるからです。はい、嫌でしょうが、その現実を一緒に見つめたいと思います。